皆さんこんにちは、レーシング S150、125も一緒かと思うんですが、次のカスタムパーツは、こちらでございます。はい、フロアのね、あとここにつけるやつがあるんです、確かね、どういうこの辺ですかね。 そっちはちょっとね、値段がする張るんですよ。こっちが2、まあ、セットになってますけど、いくらぐらいですか、5000円ぐらいだったかのような気がするんですが、はい、軽デポですので、キムコ純正でございます。はい、レーシング S って書いてありますね。レーシング S フロントフットレストキット、これの難点はですね、穴を開けるんです。ここにね、要はあのタッピングミスで止めるようになってますね。はい、黒い箱じゃなくてね、普通の白い箱で、あんまりね、高級感を演出していないような気がします。はい、で、簡単な取説がついてございます。ね、で、反対側は、はい、なんて書いてありますか？陽面紙、なんとか、下方清潔乾燥とかですね。まず、ここの部分をきれいに、ね、してくださいっていう部分みたいですね。そして、ちょっと、あ、ここはね、裏がね、ゴムが貼ってあるね。ゴムが貼ってありますね。まあ、それだけ。うん。というか、こっちもね、少しゴムがあるんですけど、ちょうどこれで、もしかしてこれ、あ、なるほどね。これがね、そうなんです。はめ込んだのね。ゴムがはめ込んだの。やべ。やべ。外したら、ちょっと、ずれた。ゴムがね、裏からはめ込んだんですね。そうだね。そういう作りなんですね。なるほどね。はい。そしたらこれをね、取り付ける。で、取り付けるための、ビスがこれですね。はい、もちろんステンレスですよね。ね、タッピングビス。丸、鍋タイプだね、うん。ちょっと出っ張らないかな、締め付けトルク書いてある。しかも締め付ける順番も書いてある。ちょっと出っ張りますよね、これね。まあ、そうするとここに直接当たらなくていいのかな、ね。で、ですね、暗装方式ってかね、取り付け方法ですかね。照明踏み板取り出し、うん、まずこの板を取り出して、確認外観、なんとか書く、傷がないかとか、向きがどうだとか、そういうことですか。はい。そして、まあ、左側をの説明をしてるんですね。こっち側ですね。これを向こう側ですけどね、要はね、ここに取り付ける。その説明を、ここにが書かれているわけですね。はい、うん、左側暗装完成って書いてある。注意、右前踏み板暗装方法同じです、ね、左と同様に取り付けるっていうことですね。はい、そんなことが書かれているわけでございます。はい、まあ、ここちょっとね拭いて、まあまあね、裏が汚い、下が汚いとどうかと思いますよ。うん、よっ、ね。でね。そしたらパーツクリーナー、ね。パーツクリーナーでちょこちょこっと拭いて、で、取り付けましょう。あれ、パーツクリーナーがいつものごとく見当たらないですね。よいしょ。毎回、あれなんてね。で、まあ、これね、こう取り付ける。で、ちょうどここの穴に、ここの3つ丸いのがポチポチポチってあるんですけど、ちょうどはまるんですね。はい、こういう感じでね。まあ、ここで取り付ける。こういう感じですね。ちょっと見てみましょう。どうですか？こういう感じにつくんですね。こういう感じでね。で、あと、こっち側もこうつくね。こういう感じですね。こういう感じになりますね。そう、ここもやっぱりつけたくなっちゃいますよね。この部分もね。はい。ああ、すると、これ全部なのかな？どれぐらいですか？結構、こっちから。まあ、ここの部分に被さないんですけどね。ここは、フュエルポンプのね、アクセスするためのものなんで、これが塞いじゃうとね、あれなんで、こんな感じになるようでございます。はい。個人的には穴開けたくないんですが、はい。両面テープで留めときますか？そういうわけにもいかないので、
これはね、うん、あとタッピングビスなんでちょっとねこううまいことやらないとこれ失敗は許されない、ね、失敗が許されないことがある、ね、こうか順番があったよ順番があるんですよ、これ締め付けるね、締めていく順番っていうのがあって内側、外側1,2,3,4 なんだ。こっからか、いきなり開くか、これ開きますかね、ドリルで。あのあれ使えばね、電動のやつとかね、そっからあっという間だと思うんですけどね、一個ね。いやー結構力いる、うん、もう穴開けちゃったからね。いいっすねこれね、1,2,3,4 ね、はい、なんかドリルでちょっとちっちゃく最初に穴開けといて、きっかけを作った方がやりやすい。あんまり締め付けると回っちゃうんでダメです。そしてここか、こんね、うまいこと。でこちらは日本で普通に売ってるタイプなので、もちろん台湾でも売ってるんですが、金庫純正部品、純正アクセサリーですから、もしね欲しいという方がいらっしゃいましたら、お近くのキムコの正規販売店にお声掛けいただけると幸いでございます。もちろんうちに行っていただいてもいいんですが、うちだと送料がかかってしまいます。はい、送料がかかります。ですのでなんかもったいない気がしますからね、だってキムコからうちに送ってきて、さらにそこからねお客様のもとにね送られるっていう、で送料またかかっちゃうっていうのがなんとももったいない気がしますから、これの場合は金額的におそらくキムコから販売店の送料っていうのは、かからないんじゃないかなと思います。はい、あただね沖縄とか北海道の場合はちょっとお金がかかっちゃうっていうことがあるかもしれませんので、それはちょっとねご理解いただくと。本州は大丈夫ですかね、うん、まあそういらいります。はい、うちはね千葉県なのでお隣ですからね、東京都のね。ですから、まあ、いくら以上で送料かかりませんとかそういう感じなんですけど、内側からですよね。ある程度強引に、でこのあとオプションなの、このなんてステップボードなんていうんですかね、ステップボードのこのパネル、あとあるのは一応ダウンタウンはあるんですよね。ダウンタウンは普通に設定されてると思うんですが、他の車種ですよねやっぱりね。まあタースリーとか GP っていうのはちょっとねやっぱり趣向が違うので、そういう設定がちょっとねないあれなんですけど、Gリンクですか、Gリンクに関しては
一応あるんですよね。ただ日本のあれにはない載ってないんですけど、台湾のあれには載ってますから、カタログ、あのオプションカタログにね、取り寄せ可能です。はい、ですので、もしですね、G リンクにもね、お乗りの方でこういうのをつけたいと。やっぱり似てますね。要はデザインは違いますけど、要はこのステンレスのあれにちょっとゴムのあれがついてたかな、あとキムコのマークが入ってるみたいなね、そういう感じでございます。はい、ですのでそれがちょっとつけたいなっていう方はですね、取り寄せ可能だと思います。はい、お近くのキムコの二輪正規販売店ですね、そちらに、購入いただいたところがね、いいかと思いますが、欲しいと。台湾のね、あれにはあるらしいんですがっていうね、いうふうに言っていただければ、大丈夫です。はい、よっ、あぶね。キムコジャパン通してね、ご購入いただけますんでね。はい、とりあえずつけてみましたけど、いかがですか、ね、実際にネジとか止めるとまた変わりますからね、雰囲気的にね、まあ、こんな感じになるわけでございます。で、足をね、こう乗せるのに、まあ、大体こんな感じでね、乗せたりするんですが、はい、ね、うん、ちょっとあれかな、大丈夫、うん、気持ち重くなりますよね余計なものつけてんだから、ね、本来の重さからすると気持ち重くなるということですよね。はい、とりあえずこんな感じでつけてみましたが、どうでしょう。一応ほらね、写真、こういうの写真で載ってますけど、実際につけてるね、どんな販売なのかっていうのを見られた方が、やっぱりちょっとイメージがね、湧くかなって思いますんで、ちょっとね、私が人柱となってですね、はい、やらせていただきました。はい、取り付けはまあね、ちょっとネジ止めなんで、ドライバーでこうちょっとグイグイグイってね、やんなきゃいけないんですけど、はい、うん、まあちょっとね、こうつけるだけで気持ちいいんじゃないですか、高級感みたいなのが出るみたいなね、はい、ゴムがついてて滑り止めね、ここの部分がへこんじゃいますけど、その分ここのね、ゴムの部分で、さりげなくキムコのロゴ入ってますからね、はい、これもなかなかよろしいんじゃないでしょうか。はい、という感じで、あとはここか、ここもつけてみたいですけどね、うん、まあそれは、いつか、はい、できればと思います。この辺にカーボン調のシートとかね、あってこう貼り付けるやつがあるといいですよね、うん、まあいろいろとちょこちょこね、うん、でマフラーがですね、ノーマルに戻りました。はい、ノーマルがいいんじゃないかとね、はい、ノーマルのエアクリーナーとノーマルのマフラーで、で ECU をね、オプションのスポーツ ECU にしてどんな塩梅なのかなっていう、はい、感じですね、うん、何に合わせてねそうやってあるのかがわからないので、それやっぱノーマル状態が一番いいのかなってね、そんな感じでちょっと戻してございます。はい、ここにビスの跡がね、止めるような跡が3つあって、でここにオプションのなんかこういろいろあるんですよ、カバーがね、はい、樹脂でメッキのなんかやつとか、あとこうカーボン調のねやつとか、うん、そういうのをここに取り付けることも可能ですかね。はい、車外のこう目の前こう通っちゃうのをつけると、カーボンのやつ多分出っ張ってたかと思うんで、あれちょっと無理ですよね、うん、まあ、そうそう、で中のこのファンっていうんですか、このファンのところね、赤いファンとかね、そういうのがよくあったりしますけどね、うん、まあ、でもこうした方がこれ外すの簡単だから、ここ通ってんのはね、これも外すのもまずマフラー外さなきゃできないとか、うん、いろんな制約が出てきちゃうんで、うん、まあやっぱりこう下通ってた方がいいんですかね。バン区画がどうのこうのとか、多分そういう理由じゃないかと思うんですけどね、この上通しちゃうとね、
あとでも空冷なんで冷やすのに目の前にあの熱くなる液体があるっていうのがどうなのかなとかね、そんなことも思ったりしちゃうんですよ。このサスペン、あ、そうか、これ使っちゃうとね、純正だとこれ使っちゃうんで、ただここに物差すっていうんですかね、にできるみたいなんですけどね、それにしたらまたどうなるのかとか、いろいろ試してみるのもいいのかなと思ったりいたします。はい、ということで、オプション、純正オプションのね、これなんていうんですか、名前、ステップボード、フロントフットレストキットだ、ね、レーシングベースフロントフットレストキット、こちらを取り付けてみました。